ゆうゆうの日本語ポッドキャストはいみなさんこんにちはゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間ですみなさん元気にしていますか、えー、このポッドキャストは韓国からすんさんの提供でお送りしますすんさんサポートありがとうございますはいさあみなさんやってまいりましたゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です今日は二千二十二年十月十日ですよ の日ですねきっとねきっと日本ではね1010 10の日はね何か何かの日だとは思うんですよ。えー、ちょっと待ってね今日は何の日あったあった今日は何の日よいしょ、えー、今日は何の日10月10日は特に何もないですねな <laughs> いいかないのかい 一番ありそうだけどごめんちょっといきなりいきなり何かあると思ってたらはい何にもなかったです <laughs> えっと僕はですね今週またクラスちょっと少なめにしてもらってえー、ちょっとお休み多めにして本を読んだりポッドキャストをえー、まあこうやって撮ったりしていますまああの皆さんにお知らせできる内容としてはえー、今ね皆さんで言うだから、ね、日本の 日曜日の朝に、えー、とまたね会話クラスが開けるように少しずつ準備を始めていますちょっとね今そのインターナショナルな会話のクラスがちょっとね定員がいっぱいになってきてしまってちょっと入るスペースがなくなってしまったので一つクラスを増やそうかななんて思っていますはい、まあ、そんなね今日この頃ではありますが えー、今回のねポッドキャストはすん、えー、さんからのリクエストということで、えー、メッセージ読んでいきたいと思いますはいゆうすけさんお久しぶりですね私のことを覚えてますかこの前のライブで4歳の子供がいるのに来年日本の大学に通うかどうかについての悩みの相談本当にありがとうございましたはい もちろん覚えてますよ。えっ、ー、と僕の YouTube ライブでねいろんな相談をしてくれた方の一人でまあちょっとね子供がいるけど大学でチャレンジしてみたいっていうねもうやった方がいいっていうねあのー、アドバイスをしましたけどもねそれからどうなったんでしょう読んでいきます。私来年から通う予定ですおお来年からいよいよ大学生ですね。わー応援してます。はい えー、早速リクエストですね、えー、今日知り合いの人から日本で一番いいスキー場がどこかについて質問されたんですけど私は全然知らなくて今回のリクエストとして連絡しました。えー、テーマ 寒い冬暖かい温泉にも入れるしスキーも一緒に楽しめるいい都市についてということでつんさんリクエストありがとうございましたということで今回は東京から1時間ちょっとで行けるスキーができるいいところですそれでは皆さんよろしくお願いします悠うの「うの 日本語ポッドキャストはいということでねまあ、早速答えから言っていきたいなと思うんですがこれはもう新潟県越後湯沢というところですはいえーっとね東京から新幹線で70分めちゃめちゃ近くないめちゃめちゃ近いでしょ70分だから1時間10分ほとんど1時間ですよで行けるんですけどあのー、日本ではねあのー、日本の ススイスってて呼ばれてたんじゃな,いかなあのねとにかくその何がおすすめかっていうと,、えー、と雪が多い、えー、新潟県は47都道府県日本のね県ね埼玉県とか広島県とか県の中で第10位、えーとね、1年で平均2メートルぐらい雪が積もります。はい、であのね町が日本スタイルの町並みなんですよ。 これね意外と珍しくてあの長野県とかでスキーできるところはなんかねこうヨーロッパのスイスみたいなこう家が多いんですけどこの越後湯沢は旅館とか温泉とかあの居酒屋とかもうほんとなんか日本の古い町並みがね見られるっていうのでね何だろう日本に旅行してスキーもするんだけど日本の雰囲気も味わえちゃうっていうねいいポイントがあります。はい でえー、とあとね何がおすすめかっていうとこのご飯が美味しいとあの魚も美味しいしあのご飯がねすごく美味しい県なんですよ。皆さん聞いたことあるかな日本のねコシヒカリっていうタイプのご飯があるんだけどこれは日本でこう一番美味しいそのなんていうのかなタイプのご飯って言われていてその中でも一番美味しいのがこの新潟県の こののお米ってて言われてるのねなんかちょうどね土もいいし天気もいいしもうなんだろうご飯お米を作るのに完璧な天気だってて言われているだからやっぱりご飯がおいしい景色が綺麗でスキーがほぼ100%できるっていうので、まあ、今回ねこの越後湯沢新潟県のおすすめをしていきたいと思いますあのね主に主に僕がおすすめしたいポイントがスキー以外で2つありましてえっ、ー、と 1一つ目はこのご飯の話なんですけど皆さん日本酒お酒って知ってますよねでお酒の材料原料って何か知ってますそうお米なんですよお米でやっぱお米が美味しければお酒も美味しいよねでお酒お米と他に何使うか知ってますそうお水を使うんですよ。で やっぱり山の中で冬雪がたくさん降るってことはすごくきれいな水が、まあ、夏にね川になって流れるわけなんですよつまりお水が最高に美味しいご飯が美味しいそんなところでね作るお酒おいしくないわけがないダブルダブルノーですねはい。 美味しくなないいわけがないもちろん美味しいに決ままってますよ、うん、なので、まあ、新潟県はねこういろんなお酒が有名なんですけど、あのー、ただ美味しいだけだとね、まあ、ちょっとなかなかさ日本酒って飲める場所ってなんか居酒屋だと高いイメージあるし何飲んだらいいかわかんないしうーんちょっとこう。 敷居が高いっていうんだけどなんか自分のいるクラスよりも高いクラスにあるものでなかなかチャレンジしにくいっていう人が多いと思うんですよ。なんとですねこの越後湯沢の駅にですねお酒の自動販売機があるんですよ。すごくないでじゃあお酒の自動販売機どんな自動販売機かっていうとまずその自動販売機 があるお店で、えーとね、おちょこっていって本当に小さい、ね、お酒のコップを買うんですよでそこからお酒コインっていうのを、えー、と500円から買えるのかな500円買うとでそうするとね、えー、とコイン一つでお酒のテイスティングができるだからつまりその500円、ね、お金を買えてコイ,ン、ね、コインに買えたら5枚もらえるから 5, 5つ要は5種類の日本酒のテイスティングができる1000円だったら10種類10種類って結構多いぜでやっぱさ100円でテイスティングできるんだったらいろんなのにチャレンジできるじゃないですかでなんとこの自動販売機150種類もテイスティングできるお酒があるんですよすごくないまあ 150種類全部飲もうと思ったら1万5,000円だけどさなかなかさ種種類30種類お酒飲めるとこななんてないじゃんねだからねこう自動販売機で「あなんかこのラベルおしゃれねこのメーカーおしゃれ飲んでみよう」って言って100円入れてねそのちっちゃいねコップで飲んで「うんーこれはちょっと。 味弱いかなもうちょっと強いお酒がいいなって言ってこうやって選んでいってでこれだこのお酒が好きだっていうお酒をそのお店で買うことができるんですよ。もうお酒パラダイス、ね、日本酒パパララダダイイススね日本なんですよであのー、僕もあれいつだったっけかなえっ、ー、とねもう8年くらい前になるのかなあのニディアさんとねえっ、ー、と越後湯沢に行った時。 新幹線で帰るっつってねで新幹線の時間があと45分くらいだから45分待たなきゃいけないってなっておじゃあお酒自動販売機行って、ね、お酒いろいろねテイスティングしてみてな美味しいなっていうのを飲んであ美味しいなっていうのを買ってねあの自分の家に帰ったんですけどもね、うん、これができるってすごくねいいと思うんですよ。 で大体越後湯沢行くってなったら新幹線で行けるから車乗らないしねうんなのでねぜひぜひこのお酒自動販売機越後湯沢に行った際にはあのー、チャレンジしてみたらいいんじゃないかなと思いますはいでえっ、ー、と次はですね、えー、温泉です ね、越後湯沢この湯沢っていうところはあの温泉が出る場所なのであの普通に、えー、と温泉に入れるんだけどこのなんだろう伝統的なね伝統的な町並みの中にこがあるんですよこれ共同浴場って何かっていうとその町の,の人が行って安いお金で入るお風呂なんだけどそのお風呂の中は綺麗な温泉が流れてるっていう。 要はその町が管理コントロールしているそのなんていうのかな小さい温泉なんねそういうところで入ることができるこれ日本語が話せれば、ね、地元のおじさんおばさんに「あれどこから来たの?」ってねそういう日本語の会話を楽しむこともできますしねうんであちょっと小さいねお風呂にせっかく日本に来たかあのねせっかく日本に行ったからねぜひぜひこう 露天風呂スペシャルな綺麗な温泉に入ってみたいっていう人はあのもうホテルに行っちゃってでホテルで温泉だけ入って出てくるっていうのもできるんですよ。これ皆さん知ってましたあの旅館とかホテルにこう露天風呂すごい大きい温泉がついてるよね。で普通さこうホテルに泊まらないと入れないんじゃないかなって思うんだけど大体ねどの温泉も昼時には あの普通に温泉だけ入るお客さんも行けるんですよ大丈夫なんですよ。なのでねあのぜ,ひぜひこう越後湯沢の町を散歩してみてねいろいろ見て「あれなんかこの旅館おしゃれ温泉入れるのかな?」聞いてみたらいいと思います。温泉とそのお酒っていうのは 日帰り要は越後湯沢に泊まらなくても楽しめるアクティビティだと思いますのでぜひぜひこれねいいかなと思いましたはいゆうゆうの日本語ポッドキャストさあではではねあの次は スキー場早速ねスキー場のお話をしたいなと思うんだけど、えー、と僕がこの越後湯沢でおすすめしたいのが上越国際ススキキーー場場っていうスキー場です本当にねこの湯沢いっぱい本当にいっぱいいろんなね、あのー、スキー場があるんだけどこの上越国際がなんでいいかっていうと日本で1位2位の 大きさのスキー場なんですよこれなんで1位2位かっていうとこのなんていうのかなスキー場一つ上越国際スキー場っていう一つで行くと日本1位なんだけど他のね街にそこが日本で一番大きいんだけどその一つのスキー場としては日本最大めちゃめちゃ大きいスキー場なんですね。 であのあ景色はなかなかあの皆さんに伝えることができないんだけどほんともう周り山山山で山と山の間にどれぐらいかな23キロのねこう平地って言ってこう平らな何もないところがあって、まあ、そこは田んぼお米を作るとこなんだけどそこが真っ白になっているようなイメージですね。うんまあ、これはもうね上越国際ってグーグルイメージで調べた方が早いかなって思います。うん でこんだけでかいとねなんていうのかなスキーをするっていうよりもスキーで冒険すするみたいなイメージですよ、うん、なんかこうスキー場ってさどうしてもなんか上手にスキーを滑るとかなんかこうねスキーのテクニックをこう、ね、楽しむみたいなイメージがあると思うんですがこれね上越国際はもう本当に本当にでかいから。 ね、いろんなリフトに乗ってそのすごい遠くまで行けるような感じがするんですよだからなんていうのかなスキーを上手に滑ることを楽しむってよりもスキーでいろんなとこに行って景色を楽しむみたいなイメージですかねうんこれがねすごく面白い、うん、あの、まあ、もちろんねあのいろんなねコースがあるからもちろんこのスキーのテクニックをね こう楽しむみたいなのもできるんだけどうんこぜひぜひねこういろんなとこに行ってみてさスタートの場所から結構遠いとこまで行けるんですよでそうするとさまあお腹空すくじゃないですかでいろんなところにこうスキー場の中にレストランがあるんですよでそのレストランで食べるカレーとかラーメンがまたおいしいんだおいしいんだようん なんかこうアドベンチャーしてるね途中に食べる昼ご飯ってなんであんな美味しいかねうんご飯も景色もアクティビティも楽しめるでそれだけじゃなくて実はこの上越国際っていうのはこのスキー場の真ん前にホテルがあるんですよこれホテルグリーンプラザ上越っていうホテルなんだけどこのホテルがねなかなかおしゃれなんですよこうヨーロッパのさ こう屋根がとんがってる、平らじゃない屋根の白と黒のロッジみたいな、んなんていうのかな、山小屋がおしゃれになってホテルになった感じうんのホテルがあるんですけど、僕、大学生の時にね、友達と行って、この上越国際、このホテルグリーンプラザ、泊まったんですよ。すっごいね良かった なんかエントランスにこう暖炉があって休めるとこがあって何ていうのかなこうみんなでさまあみんなでこう何かするわけじゃないんだけどこうそのエントランスのとこに集まってえと暖炉を見ながらさいろんなお話をしたりまあ隣に座ってる若いグループのチームの人にね「あどこから来たんですか?」みたいな「あ僕東京からです」みたいな話をしちゃったりしてね温泉も確か良かったんですよ。ただねちょっと高い あの1泊ね1万円ちょっとだったと思ううんまあちょっと高いんだけどでもせっかく日本に行ってねこうスペシャルな経験をしたいっていう人はねぜひぜひこのホテルにも泊まってみたらいいんじゃないかなって思うでこれホテル泊まると何がいいってその、まあ、夜にねねちょっとさスキー場の方に散歩ができるわけですよ。うん夜のスキー場を見ることができるんですね。 確かねナイターもあるから夜スキーもできるんですよなかなかさ夜スキーするなんてできないじゃないですかうん夜の雪山に入るっていうねこれもねまたね何て言うのかな幻想的なんか綺麗となんか魔法みたいそう魔法みたいな綺麗さなんですよいやーまあ僕もなんか話しながら行きたくなっちゃったなうん そんなね素敵な経験ができるこのホテルとスキー場のセットぜひぜひ行ってもらったらいいかなと思います。で最後にですねこの越後湯沢ーーまあこのただおすすめするだけじゃなくてなんか皆さんに「へーっていうなんか面白いっていうインフォメーションを何かお伝えできないかなと思っていてねいろいろ調べたらあのねまあいろいろねこの町問題がねあるんですよ。 あの旅行するには問題があるわけじゃないんだけど、まあ、ちょっと面白い問題がありますのでこれ最後皆さんにこのテーマをお伝えしたいなと思います。はい最後ですねこの越後湯沢の問題湯沢の問題なんですが。 使われてないマンションが多すぎるっていうもう人がほとんど住んでいないマンションがいっぱいあるらしいんですよ。皆さん何でか分かりますこれは以前ポッドキャストで撮ったバブル経済と関係があるんですよ。まあ1980年代ぐらいねその日本はその経済がすごく良くなったと。 これなんで良くなったかっていうと土地その場所を買ってで場所の値段が上がるから自分の持っているものの価値が高いからその自分の持っているものの価値をうまく使って銀行からもっとお金を借りてでまた土地を買うっていうねもうどん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 買えば買うだけ資産が増えていって買えば買うだけ 銀行がお金を貸してくれるっていうのをバブル経済って言うんだけどその時にねあのその何て言うのかな自分の仕事例えば本屋さんだったら本を売るっていう仕事じゃなくてその土地でお金儲けしようと思っていろんな会社がこの湯沢に土地を買って大きいマンションを建てたんですよ。でそれを売ってでみんなね その土地の値段が安くなるなんて思わないから買って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 ってなって当時ないくつったっけな58ぐらいリゾートマンションっていうおっきいマンションが湯沢に建っていたんだけどもうそのほとんどは使われなくなったつまりこうバブルがはじけて経済が悪くなって住める人がいなくなってそのもう廃墟と化したね 人が住んでないマンションがもうほとんどだと。で、そのリゾートマンションね、そのバブルの時に売っていた値段が3000万円。3000万円。今いくらだと思います今そういうマンションの一部屋買いたいって思ったら、月額じゃないよな、これか、買うお金は10万円。そして維持費って言って、その、 マンションの中の温泉とかマンションをきれいにするお金が3万円から4万円3,000万でさ売ってたものが今10万円で売ってるんだよすごくない ?10 万円だったらバイクも買えないからねそれでマンション1つ買えるんですよでなんとですよマンションの部屋10万円だけどマンション1つ要は 10何階20階ぐらいのマンンション俺ちょっとマンションのオーナーになりたいなって思ったらなんと200万円でで買うことができる <laughs> どうですか200万円でマンション1つ買えるんですよ。車も買えないわっていうねそうもうそれぐらい値段が安くなってしまって住む人がいなくなってしまって。 もうほとんどまあその駅の近くのねレストランをやっている人たちとかはまあねその生活はできるんだけどまあ普通にマンション買ってね休みの日はそのマンションに泊まってスキーしようみたいな人はもういなくなってしまったわけなんだねまあ寂しいけどまあしょうがないなとは思います。はい まあでもねなんかそのニュースで見たのはあのとはいえねその今インターネットで仕事をしている人が増えてきてそういう古いねリゾートマンションの部屋を借りてまあその湯沢に住みながらねあのお仕事をしているってインターネットのお仕事をしているっていう人も少しはいるらしい。どうですか皆さん。ねもし皆さんインターネットでお仕事をしてまあそのオフィスに行かなくてもいいってなったら湯沢にね 住みながら、毎日すごい綺麗な自然の中、美味しいご飯にね、囲まれて生活してみるっていうのも悪くはないかなとは思いますけどね。皆さんどうでしょう。はい、まあ、ということでね、今回は湯沢について、えー、お話ししました、えー。新幹線の駅の名前はええ、越後湯沢というところですね。うん、あの、ぜひぜひね、皆さん、もうすぐね、もうだいぶ寒くなってきて。 今年ももうすぐ冬が始まるんじゃないかなと思うんですがねぜひ今年の冬日本に住んでいる人はスキーにチャレンジしてみてはいかがでしょうかねスキーできないっていう人はね、まあ、普通にその日帰り旅行一日の旅行としてね新幹線でパッとこう越後湯沢行って街を散歩してね日本酒の、えー、自動販売機でいろいろテイスティングして帰ってみるのも悪くないんじゃないかなと思いますはい。 さあということで今回のポッドキャストは、えー、韓国からスンさんの提供でお送りしましたいかがだったでしょうかスンさん、えー、いよいよね来年からチャレンジがスタートすると思いますが頑張ってくださいね何か困ったことがあったらいつでもメッセージ送ってくださいまあいろんなおね何かできるわけではないですけどあの相談を受けることぐらいはできると思いますので、はい、メッセージくれると嬉しいですはいということで最後にお知らせをさせてください えー、ゆうゆうの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっておりますこうやってねあのパトレオンをやってくださる方はこういうふうにあのパーソナルなねポッドキャストを取ることができますのでぜひぜひゆうゆうにね僕の知りたいテーマについて話してもらいたいっていう人は、えー、1ヶ月1ドルからサポートできますのでぜひぜひよろしくお願いします。 そして、えー、と1ヶ月20ドルの方のサポートはスクリプトができるスクリプトが、えー、1週間に1回ダウンロードできるサポートとなっておりますね僕の話している日本語どんな表現を使っているのかねあの話すスタイルの日本語ってどういうものなのかっていうのを文字で見たい人はねぜひぜひいい勉強にな,りなると思いますのでよろしくお願いしますはいということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ